つも同じことをやってるんですけどね今日どうしようかなって話してたんですけどね、要はさ、僕が優先順位だと思ってるんですよ。で、彼がこう取りに来るじゃないですか。で、みんなその ここを取りに来るのは分かってるんだけど、その優先順位を忘れてると思うんですよね。で、こう取りに来るんだけど、一番優先順位で高いのは自分がまっすぐで気にしないで自分が安定してるっていう、そういうこと、そういうことが大事なので、取りに来ると必ずこういう訓練受けてるから、こういう訓練受けてるからしょうがないんだけど、みんな競ってるんでね、ここをどうしようかって、ここをどうやって入ろうかって、そういうこと考えてるんでね。で、それより自分がこう優先し、まっすぐこうってことが優先だと思うんですよ。で、こうまっすぐ、まっすぐで、気にしてたらやられちゃうの。気にしてたらやられちゃうの。だから気にしないの。気にしないの。そして上げて、自分がまっすぐのことを優先してるってことをね。そういうことをどうやったら伝えるのって彼とは聞いてたんだけど、伝えれないから諦めろって言われちゃったんだけどね。要はこう取りに来て、ここにあるのは自分の自然な反応なの。でも、こう来た、気にしないの。ここ気にしてないの。そして自分が安定してることを考えてるの。ここやられないようにしてるの。やられないようにしてるの。そして自分がまっすぐのことしか考えてない。彼のことは考えてないの。自分のことしか考えてない。そういうふうにやってるんですよね。まあそういうことで、じゃあどういうふうに競わないで、ここを競わないで、ここを競わないでこうできるか、そういう話ね。そういうことから今日はやってみたいと思うんですけど、こう気にしないの、気にしないで自分が安定してる方が大事。こう安定してる方が大事。安定してるってこと。気にしてない。ここも気にしてたらやられちゃうんだから気にしないの。そしてこういうふうに来て、気にしてないの。こう。そういうことで、まあ、転換やりましょうか。転換からやってますから、転換やりましょう。転換、僕が、まあ、見てるとね、気にしてるように見えるんですよ、周りね。で、僕も下手なので、気にしてるの。だから彼が来たら気にしてるの。かなりね、かなりの部分で気にしてるの。だから気にして自分はまっすぐにしなきゃいけないとか、気にしないようにしなきゃいけないとか、それで踊ってると同じなんだけど、まあそういうふうにやってるんだけど、みんな気にしてるんですよ。気にしてるんだけど、してないふりしてやってるの。それでそういうことをね、練習しないと、気にしない方がいいのかなって。で、気にしたらやられちゃうんだからって、そういうことを思ってんの、いつも思ってんので、下手なんだけど気にしないようにやってんの。気にしないように、なるべくですよ。下手なんだから、プロじゃないんだから。 で下手なんだけど、まあ、気にしないようにやってんの。だからそういう意図を持ってやらないと、気にしてったら、どうやってやって後ろ入ろうかとか、どうやってやってこう前取ろうかとか、そういうこと考えてたらできないんだから。で、まず下手な言うこと言う人はの言うことは聞けないっていうのは分かるんだけど、俺下手なんだけど、気にしないんだから。気にしない、まあ、真似してほしいんですよね。ちょっとね、真似してほしいので、真似してほしいって方は、下手だけど見本にならないけど、なるべくこう気にしないで、こう自由の追求、こういいですね。そういうこと。それで上の方からやってみましょう。
から上の下の方、下の方、まあ下の方はこう来たら下の方、下の下は下は下、彼の方に行かない、彼の方に行かない、自分の下、自分の下、自分の下、上上、自分の上、自分の下、自分の上と下はね、あの下はこっち、こっちじゃないんですよ、上はこっちじゃない、こっち、下はこの足のちょうど真ん中辺、下はそういう方、下だ、下、こう、真下、上は真上、ここ真上、これ離れてる、相手と離れてる、こっとこっちになっちゃうんだけど、離れてる、こういうふうに、真上なの、真上、だからこういうふうに来てるの、こういうふうに、真上と真下、間違いないように、そういう感じね、そういう真下、真下はこの足の下、足の、あ、自分の足の下、相手の下じゃなくて、真上は自分、こう、こう、じゃあそういうことで上と下やってみましょう。どうぞ。はい。じゃあ飯野君が説明してくれるそうですから。あの。三浦先生からリクエストもらって飯野君説明してくれるかもしれないって言われて、あのですね、皆さん争ってるんですよ。上と下先生。なぜか、なんでかというと、例えばこう、こういう一緒に組。正面で接触してるところ で相手との距離を維持したまま崩そうとしてるので、上田先生が上とか下って言ってるのって結構あの近いんですよ、距離が。だからトコトコ入ってった上で上、真上なんです。だからここで、そのまま入ってくると崩れちゃう。で、下はさっきこう言ってたけど、この立ち位置を維持したまま下に落とそうとしてるから全然崩せないじゃなくて、下っつうのは上田先生さっき下って言って、下はこう真下だって言ってるけど、真下に落としても立ち位置がこうやって引っ張っちゃうんですよ。だからトコトコ入っていきながら下なんですよ。そうするとだけどこういうことって上田先生の近くにいる人しか経験してないから、多分自分がやろうとしてるものと上田先生がやってるものは全然違うって理解して上でやった方が、こんなに近いんですよ、こんなに近いんですよ近いんです。だけどやっつけようとしてない、上田先生をやっつけようとしたらやっつけられるかもしれないけど、上田先生怪我しちゃいますそうじゃなくて、もうそもそもやっつけようとしてないし、上田先生は好きでもない結果としてやっつけちゃったんだけど争う対象じゃないという、そういうことなんで、そういうことなんですよ。だから要はね、ここでやると下じゃないんですよ、下落とそうとしても。だから下に入ってから、下で落とせる位置になってから、こう落とせる位置に来てから下に落とせる位置まではここは何もしてないので、無視してんの、無視してて、上やりたいかったら無視して、こっから上げって言ったら上がらないんだから、を無視してんの。そして上げれる位置になってから上げる、それから落とす、そして下にやるんだったら下、ここじゃできないの、だからここに来てんの、あ、やる前にここに来てんの、だから落ちてんの、こうやって近いのは分からないように、相手に分からないように四角もらって、近いの、こう離れてないの、近いのこれ、こう足自由にあの動かしてんの、こう離れちゃったらやられちゃうの、だから近いの、こうやって近いの全部近いの意外と近いの、意外とって遠くないの、必ず近いの、近いっていうことは彼の中に入っていかなきゃダメ、これ上がらないんだから、こうやって入っていってれば上がるよ、こう自分に近い、自分の体側に近いの、上がるの、近いの、これは上がらない、あ、下がらない、これは近い、
近い足が比喩で位置が大事、こうだったらダメだからこういうふうにね、そうそう、だからそういうことを掴んでほしいんですよ。あの何回も同じこと言ってて申し訳ないんだけど、見てるとねみんなここで競争してるから、なんで競争してるの、俺の言ってること分かんねえよって、分かんねえんだなと思ってんだけど、こう来てほしいんだよ。ここ遠いですよね。でも近い、こう入った時は近いの、ここ近いの、ほら真上、ここは遠いの。でもこう入ってくると真上になるの、ほら真上、それから近いの、ここ近いの、そういうふうにやってほしいんですね。じゃあもうあの、じゃあ塩投げって形があるから塩投げの形でやりましょう。あの近く行くって言いましたけど、あの資格が必要なの、あの近く、こういう彼がこうもらっちゃったら何もないの、近づいたけどもらっちゃったら何もないの、だから資格、その前に資格の方が優先順位が高いってことで、ここはやばいんだよね。だからこういうふうにほら入ってる、近くに入ってる、近く、これやばいの。でも近くだったらやばくないの、手が届かないから。そしてまっすぐ上げてまっすぐ入る、そういうふうにやってるんだよね。だから近くの方が、近くとかいい位置とかって言ってるんだけど、この方があのなんていうのかな、優先順位としては高いのかな。もらっちゃったら、死んじゃったら何にもなんねえんだから、何にも言ってんだけどね、いい技やったけど死んじゃったら何にもなんねえ、だから死ぬ殺されないように、あーって見てるので、近づくの、そしてこう離れたら近づく、そうすればいいよね、近くからね。それからだから、四角じゃないところでやらないってこと、スタート しないってこと、四角をもらって、四角をもらって、それからなんかやるので、ここでやったら遠いの、だから近いので、こうやったんじゃなくてこうに近い、自分の足の間っていうことね、そういうこと。それでいい稽古あるから、こういうふうに近くもらってんの、から何もできないの、これこういうふうに起きてボカってくるんだけど、そのこういうふうに入っちゃうんだ、立ち上がってきたら近いところからやってんだから、あの四角こうね、四角ほら、僕は何でもできますから、何もできません。で押さえてる、こうで押さえてる、そして自分がいなくなっちゃった、そして近い、そして上から来た、ここ上、こっちじゃないよ、ここ上ね、上、そして足が入ってくるから自然と倒れた、そういうふうにやってるんですよね。で、まあこう下でもいいや、下でもいい、これもう何にもできないのかよ、何にもできないの、そういうふうに、だから四角、そして危ない、ごめん、ちょっとやりすぎた。そしてこう四角、いつも四角もらうって感じね。じゃあそういう、もうあのなんだ今のやつ、あの意味投げかやりましょう。飯野君がね、また いろんなアドバイスをくれたんだけど、まあ言って、じゃあ。じゃあ僕が。あの意味投げって阿部達也です。意味投げって結構その。今までの癖とかでやろうとすると、大体この辺なんですよ、この辺でやろうとするから相手と離れてなんですよ、その当たり前にやってるから離れてることに気づいてないんだと思うんですけど、ここってもう相手の真ん前だから当て身も入るし、これを崩すなら引っ張り出すしかない、自分も張りながら引っ張り出すだったら、上田先生がやってるのはもう本当に裏っていうのは本当に裏なんです、真後ろぐらい、もう上田先生止めるじゃん、このぐらいで真下に持ってれば
簡単に受けるって言って、その場合上田先生と同じようにやると上田先生向こうも行ってるの。だけど普通の入り身投げって自分は向こう向いて相手も向こう向いてるんですよ。だから相手は後ろに入ってこようとするんですよ。こうすると入ってこようとしてこうなって下手すると入らない。だけど上田先生の場合はもう相手が裏を見つけられないんですよ。向こう向いてるから。裏ってどこですかみたいな。だから相手の裏に入るっていうのはその自分が普段やってる入り身投げよりもはるかに後ろなんです。ここまで入る。そうするとすげえということなんですけどね。あのじゃあこう来てさ、こうまあ大体ここでやってんだけど、僕はここで来てるよって、そういうこと。こう、ま、真後ろだから、真後ろだからどっちもどっちもこっちに回ってくるかこっちに回ってくるか分かんないけど、こういうふうに押さえて、そして彼が勝手に倒れるっていう、そういう彼が勝手に倒れて、で倒れてリカバリーしてくるのをこういうふうに自分に近い、そして足を使って抗議してるっていう、そういう感じね。でまあ視覚の時にこの手が嫌なの、だから止めなきゃいけないの。こうやって止めてるんだ、ここでだだだだ止められないんだよ。ここはすごい力があるから、だからこの手から捨てちゃってそれで入ってくる。捨てないとこの手でいったらダメなの。だから捨てるの、捨ててる方が入ってくる。違う、捨てればいいんだけど捨てられないの。みんな捨てられないで一挙ってここにやってんの。ここに来てんの。ここ捨てられない。捨てられないでやられちゃうんじゃしょうがない。だから捨てるの。そしたら足が自由になるからっていうことね。捨てるの足が自由、そういう感じ。それで一挙はね、こういろいろあるけど、一挙こうここに来ちゃうんじゃなくて、これは捨ててな、ここもらうの、ここ十字、いいや、このままやって、このままこう来て、これ捨てないと入れないので、この生きてんので、もこれを捨てるとほら入れるの、こういうふうに、そういう感じね。そして表こう捨てるの、そして入ってくる、そういうふうにやってみようかなと思って。あの最近はね、そういう捨てない癖だから、これここに競えよって言ってんの、こうやって競えよって、俺に競ってこいよって、彼は競ってこい、あーって言ってたからって乗っちゃったらやられちゃうの。だから捨てる気ねえんだよ、で僕は捨ててもらうんだよって、そういうあの優先順位もそうなんだけどね。だから競わないで優先順位としては場所をもらう、重心もらう、それで近い、そして安定してるって、そういう感じ。それをあの稽古しないとね、分かんないんだよね。稽古してて、あ失敗したなって、もう失敗しないと、捨てるの、それから入ってくるの。そういうことをね、あのたくさんの人と稽古してると分かるの。捨てるの、そして入ってくるの。で、形はどうでもいいんだけど、そういう意識で、だからちょっと使って、うまくいかないかもしれないけど、何しろ捨てて、自分が入る。そうすると一挙の形ね、あの それがうまくできれば一挙の形もうまくできるっていうふうに思うんで、あんまり競えよって言ってるのに付き合わないで捨てる、そして自分は重心もらう、そしてまあ形がいい方がいいんだけど、形が良ければ形よくね。じゃあ一挙やってみましょう。じゃあ次もう一回じゃあいいのかよ。じゃあ次やります。すいません、あのまたいいのか。一挙
さっき上田先生が相手を捨てるって言ったけど、多分大体の人は一強っていう前提でこっからスタートしようとしてるんですよ。こっから相手が打ってきてじゃあ捨てるってなってるからなんか嫌な感じなんですよ。だからそもそも上田先生は相対した時点からもうこっちなんか相手にしてない、もう戦おうとしない、もうこっからもスタートしてない、打ってきたらもうそんなの相手関係ないよって感じで、もう争うさらさらないですよみたいな、かかってきた時にはもう遅いっていう感じなんですよ。ここからスタートっていうとやっぱりこう引っ張っちゃったり押したりするんだけど、相対した時点でもう打ってきた時にはもうやられてる、打てばもうやられてるし、打ってたらもうやられてるもん。そうですね。だからこっからもうスタートしてる。そういう感じだな。そうだと思います。そういうことはそうです。だから線だとかね、そういう話になってくるんですよね。あの線でもらわなきゃいけないとか、で、あのまあ。それでお互いに稽古してるって感じ。それでまああと5分間ぐらい、じゃあこう場所もらう。だからみんなはここをどうこうしようかと考えてるけど、ここは関係ないの。こう反対にしてもいいの。こう来たらやめたいって、そういう形でもいいの。こう上がってきたらでこっち入ってきてもいいの。こうって入ってそれで捨ててもいいので、これ同じなの、これ同じ気持ち、気持ちは同じ。そして1番目に場所もらいましょうねっていうのはこっちへもらってんの。だからなんていうのかな、上がってきたらもうこっちもらってんの、こっち。そういうふうに、からこっち上がってきたらこっちに入れ替わって入ってるっていう、そういう感じ。上がってきたらこっち、場所もらってるの同じ。ちょっと待って、こっちの時に真下って言ったんだけど、これだと遠いので、こういうふうに入っていく。自分の下なの。あの向こうに投げるっていうんじゃないの。だから自分の下でこうに来てるからこう上がってきて、こういうふうに、ほら向こうに投げてないよね。自分の下、ここ、そういう感じなのね。で、一挙の時もこう来てね、向こうへ出してるんじゃなくて、捨てるのも向こうへ捨てる、まあ捨てるって良くないって言ったけど、上がってきて、自分は場所もらってるから、場所、そういう感じね。じゃあ、呼吸法やりましょうか。呼吸法は、こうね、自分の形を作るっていうことね、大事で。彼は待ってれば来るんだよね。ガーッとやられちゃうんだよね。僕の形に決まってるの、形、先に形で、近い方がいいとか、上が上、下こっちだとか、遠くなくて近いとか、だから近いのこうやって、そしてまっすぐで、それだけね。そうすると両方、あんまりこう出してやっちゃう。だから自分に近づけて、ビールでも何でもいいけど、そういう感じね。じゃあなんか飯野君がなんか喋りたいみたいなこと言ってる。あのなんか最近僕上田先生の真似し始めたので、コロナになってからなんです。コロナになってから、それまで上田先生とずっと十何年も一緒にいたけど、上田先生の真似をしようとしてたのかしてなかったのかって、多分その時はしてるつもりでしてなかった。上田先生の上ってここです、ここのこと言ってるんですよねって言ったけど、上田先生は別に僕うまくさせようとは思ってないから、そこじゃねえよ、上っつうのはここだよって指導してくれなかった、したんかもしれないけど、僕にそれを受け入れる能力がなかったんですよ。だけど、あの上田先生のやり方って
腹とか成果鍛錬とかそんなうるさいこと一切言わない、言わないし、そんなの考えてねえって言ってます。だからその体とかの体を作るとか重心を下げるとかそんな関係なしに、いいところに入る、そんだけなの。それだけだから、でこれをやってみたら意外と効くんですよ。その僕のことを見下してる人とかには効かないですよ、そもそもあいつの技だけど、そうじゃなくて普通に稽古してる人と例えばね、やってみて後ろに入ってただ崩すだけだから、別にやっつけようとしてないもんねって感じでやると崩れちゃう。だからそれはあの体のその腹とかそういうこと気にしてないで、いいところに入るっていうだけだから比較的真似をしやすい。でもちょっとなんだろう、十何年いても分かったのは最近なんです。だから気づきっていうのはいつあるか分からないんです。だからずっといても分かんないし、あの僕が今でも分かんないかもしれない。だけど分かっちゃったらすげえ楽なんですよ、上田先生のやり方本当に。だからいつ気づくか分かんないけど、上田先生の近くにいてあの真似をしたかったら、あの上田先生が言ってることとか動画とか見たりして、上田先生何言ってんだろう、意味分かんねえなって思って、分かんないんだけどそこが分かる時が来るので、そうしたら紐がどんどん解けてくるんですよ。上田先生大したこと言ってねえじゃんみたいな。大したこと言ってないんですよ。で、そうだからそこが分かると皆さん楽勝に相手崩せますよっていうことをちょっと言いたかったんです。はい、以上です。はい、じゃあ終わりましょう。はい。